ブラックタンクルンハウンドはアメリカ合衆国バージニア州原産のツリーイングドッグ犬種の一つである。17世紀にイングランドからブラッドハウンドとイングリッシュフォックスハウンドがもたらされた。両種は猟犬として有能な犬種であるが、当時はとても高価であったため、貧しい開拓民はこれらを手にすることができなかった。この犬たちは、 皆裕福なものが使うために輸入されたもので、ブラッドハウンドはネイティブアメリカンの創作やそれからの攻撃に対するご信用にイングリッシュホックスハウンドは貴族のスポーツ狩猟のために使われていた。長らく貧しい世帯や一般市民の手に届くことがなかった領主ではあったが、18世紀に入りようやく一部の一般市民が入手することに成功した。 そしてこの領主の長所を受け継いださらに優秀な漁犬を作出するため、領主とバージニアン・フォックス・ハウンドというフォックス・ハウンドタイプの犬種などを掛け合わせて作出されたのが本種である。主にその名の通り、アライグマをツリーイングするのに用いられる。パックでアライグマの匂いを追跡し、発見すると追いかけて木の上に追い詰め、逃げられないように木の下から吠え続ける。 吠え声を聞いた主人は現場に駆けつけると、木に登って、それを振り落とすか、猟銃で撃ち落として最後は、犬が仕留めて、狩猟は完了する。このように、ツリーイングドッグとして働くほか、セントハウンドとしても用いられている。セントハウンドとして、狩猟の対象にする動物は、アメリカクロクマ、オジロジガ、クーガ、オポッサム、フクロネコ、ボブキャットなどがある。 こちらもパックで獲物を追跡するが、発見すると地上で攻撃を行って仕留める。現在ツリーイングドッグの中では最も著名な犬種であり、そのグループの犬種としては珍しく、フシーにも公認犬種として登録されている。アメリカでは現在も実猟犬として飼育されている個体が多いが、ペットや小ドッグとしても根強い人気がある。アメリカ国外でもよく名の知れた犬種ではあるが、 あまり飼育は行われていない。日本でも本種の飼育は少数だが行われている。ペットや小毒としてではなく実量券として輸入されており、イノシシやクマを狩るのによく用いられている。知見が存在しない地域や有害動物が頻繁に出没する地域で特に多く飼育されており、パックでセントハントを行うのに使われている。 実療タイプと小タイプは別々の繁殖が行われていることもあり、互いの容姿は若干異なっている。実療タイプのものは頭部が大きめで筋骨隆々の骨太な体つきをしていて、口実する良犬気質が強い。小タイプのものは頭部が実療タイプよりも小さく筋肉質で引き締まった体つきをしていて、コートはより艶やかである。骨量は やや少なめで、消毒グとして扱いやすいよう、両犬気質はやや抑えられている。筋肉質の体付きで、足は長めである。マズルは短く太いが、顎の力強靭である。力も強く、嗅覚もブラッドハウンド譲りで非常に優れている。目は、他犬種と比べると小さい。耳は、大きめの垂れ耳、尾は、細めで、先細りの飾り毛がないタレを。 コートは、滑らかなスムースコートで、毛色は、犬種名の通りブラックタン。タンのマーキングが入る部分は決まっていて、固定となっている。なお、稀にブルータンの毛色の犬も生まれるが、こちらは、スタンダード外で、血統書を発行してもらえない。体抗は、オス63から68センチメートル、メス58から63センチメートルで、 体重はオス22から 34kg、メス18から3 0ラムの大型犬。性格は知的で、温は友好的で勇敢だが、頑固で独立心が高く、狩猟本能が旺盛な猟犬気質も備えている。しつけは、基本的に主人からのみ受け付け、家庭犬として飼育する際にはしっかりとした訓練が必要となる。状況判断力は高く、物分かりは良い。 仕事柄により、獲物の匂いを追跡することが大好きで、暇さえあれば、何かの匂いを鼻で追う。喫水の良犬種であるため小タイプであっても吠え声は、よく響き、運動量が非常に多いため、初心者が飼育するのには、不向きな犬種である。ありがとうございます。